寝すぎ。30分もやで。また一日仕事なんで。早く行かへんと。あんたせわしいの見てるわ、二人。ごめんね。今日は何の日ですか？今日は、もうあるちゃんもうちょっと大人になってきて全然追いかけへんくなるっていう。産婦人科に卵経診の結果と更年期とかの血液の検査してもらったから、あれの結果聞きに行こうと思ってます。っていうかあなたそのセットアップ最近めっちゃもう今4日ぐらい連続連続で来てますけど、もう締め付けへんくてすごい楽で、めっちゃいいよな、超かっこいいよ。かいちゃんじゃないけど、いっちゃおらになりそうでちょっとやばい。もうだって乾燥入れたら一日で乾くから、もう一生切ってられるな、それ。そうそう、さあちょっとせっかくさ町行くわけや。まあまあそうだね、唯一ちょっと下山して。山降りてさ町行くわけやからさ、ちょっと買い物しようかなと思ってんねんけど、行きたいとこニトリとドンキとキリン堂とジャスコ。結構行くね、いいね。でも先早く病院行かなくちゃ。で、後で結果っすね。楽しみっすね。そう、でも私も楽しみっていうわけじゃないけど、楽しみっすね。そう、でも何もなかったらいいよ。そういう意味の楽しみ。そうそうそう、それを待ち望んで楽しみっすね。何かあったらもうボツですよ、動画。行きましょう。行くわ、ほんなら。ちゃんと先生に、その、よしあし以外にもなんかちゃんと聞いてきてな。どんな？例えば。いや、なんでいいのか、何が悪いのか、今どんな感じなんか、みたいな。ちょっとでもなんか、ちょっと空いてる予感やんから。おばちゃん行きます。バイバーイ。バイバーイ。行っておいで。ガーマルチョバ、ガーマルチョバ、ガーマルチョバ、もう笑え。もう無理や。さあさあさあ、どうだったんでしょうか。ただいまグース。え、ため息？嘘やろ？にやけのため息やろ？違う。え、嘘やん。嘘でしょ？とうとうやわ、私も。え、何？あ、更年期？とうとう始まってるわ、私。何よ、言ってよ、怖いよ。とうとう始まってる、更年期。嘘。去年なかったのに？そう。いきなり今年から。なんで？じゃあちょっといろいろ詳しいお話は聞いてきているので、家帰ってちょっとゆっくりね、ちょっと気持ちの整理してから話しますわ。ゆっくりいろいろな検査の結果をね。はい。はい。俊之助帰ってきました。何が俊之助なんですか。ちょっと教えてくださいよ。どうだったんですか、結局。はい。ちょっと私、インプラントの今、手術の経過途中なんですけど、ちょっとこう、今、抜歯が終わって、歯茎がグッて締まってきてまして、カリバーがあるんですけれども、ちょっとカリバーが緩くなってきてるんですよ。歯茎が締まってきたおかげさまで。うん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 、で、ちょっと話してる時に、ポロって外れたらさ、ちょっと嫌なんで、マスクして、話させてもらおうと思います。今日はね、前回の動画、ちょっとこの辺に貼っておきますけれども、産婦人科にね、検査結果を聞いてきました。子宮頸がんと、女性ホルモンの卵胞刺激ホルモンとか、閉経をしているかどうかっていうのを見てもらうための検査をしてたんですけれども、それではまず結果報告からいきまーす。お願いします。ドロドロドロドン。これは、子宮頸がんの方ですね。NILM って書いてるよ、ここで。これは大丈夫ですよっていうことです。よかった。らしいです。らしいです。危ない危ない。こっちですよ、問題は。こっちの女性ホルモン検査成績報告書。こちらなんですけれども、ちょうど1年前にも同じ検査をしてもらってたんですね。すごく疲れやすいっていうこともあって、なんか仕事もちょっとすごい1週間ぐらい、バーンって休んでしまうこととかもあったりしたんで、あ、これぞまさに更年期かなと思って行ったところ、49歳の時はですね、この卵胞刺激ホルモンっていう数値がなんと 10.2 っていうのはもう全く
更年期も始まっていない、なんならまだまだ若いですよっていうような数値やったのが1年前やったんです。1年でそんな人は変わらないと思ってたでしょ。思ってました。思ってた、ガチで思ってた。なんや、数字のことはよく分からへんね、うん、でも 10.2 やから、まあなんや、でもまあ10点台かなって思ってたでしょ、はい、2桁ですよ、前は。なんと今回言ったら、ね、3桁に、やばくないですか。それはやばいでしょ。ガチでいきなり来るもんやねな。はい、じゃあ行きまーす。120.6。え、12倍やばいでしょ。死ぬんちゃうの。120.6 なんですよ。やばすぎやろ。で、この下にもある、このエストラジオール。この数値が 29.7 なんですよね。これって、この卵胞刺激ホルモン、頭の中にある指令するホルモンね。これが、このエストラジオールに対して女性ホルモンを出しなさいよっていうこう指示を出してるんですよ、うん、で昔は 10.2 やったわけじゃないですか、うん、10.2% の指示で女性ホルモンを出せてたわけですよ。それがおいもっと出して出して出して出すのよあなたって言ってって言うこと聞かへん数値でここまで上がってるんですよね。 120.6 っていう力でホルモン出して出してって言ってやらないと出なかったわけです。そうです。それでここが反応して今まだホルモン出てるんですよね、私女性ホルモン。でもちょっとの力で女性ホルモンが出てるのと、すごいたくさんの力で女性ホルモンが出てるのっていうと、やっぱりこれは更年期が始まっていますよっていう数値なんです。そんないきなり来んねんな、うん、徐々にとかないねんな。ない一気1年で変わんねんな。そう、私はミレーナを入れているので、ちょっと生理が規則正しく来なかったりちょっと止まってる感じなんで、自分が閉経しているのかミレーナのおかげで止まっているのかっていうのも分からなかったんですけど、これを見て数値的には閉経はまだしていない、生理はあるっていう状況みたいです、うん、ただこの卵胞刺激ホルモンのこの 120.6 っていう数値を見ると、今更年期への移行期、分かりますか。え、まだ更年期ではないの、どっちなの。更年期へ向かって、閉経へ向かって体がこう移行していっている感じ。ちょっと足入りつつある。はい、そうです、そうです。こう今こうそっちの方向へ向いて、私一生懸命歩いてる感じですよね。もちろんその更年期やからといって更年期の症状が出るとは限らないですよね。もし私がそのなんか体がしんどいとか、もう働く意欲がなくなるぐらい体が動かないとか、そういうふうな体の体調不良っていうのがあるんであれば、このねエストラジオール、こっちのホルモンを上げる治療をすることができるんです。これを上げることで、まあ、以前の体に近づけれるっていうことで、更年期でも乗り越えていけるような治療っていうふうにおっしゃってたんで、ちょっとまた様子を見ましょうかねっていうことで、2月にまたもう一度病院に行くことになってます。子宮頸がんのがん検査はこれしてるんですけど、もう一つ子宮がんの検診っていうのをしてないんですよね。で、それはなんでかっていうと、一応ミレーナーっていう器具を装着しているので、その子宮の中の多分細胞体やと思うんですけど、なんかそういうものを採取するにあたってミレーナーの位置がちょっと動いてしまうかもしれないっていうので検査をしてなかったんですけど、もしかしたらそっちの検査も一緒にしようかなっていうようなお話だったんで、まあ、やってもらうことにはね、そりゃそうですよ、ね、なんかって感じ遅いんでね、じゃないですか。はい、もちろんです、もちろんっていうので、今回こういうショッキングな、ショッキングですね、聞いてるこっちもショッキングです。なんかそんな上がるもんなんていう、本当に上がりすぎやな。ほんまに2桁から3桁に変わって、もう更年期が実際こう進んでるっていうのが、49から50になったこの1年間で、体はこれだけ目まぐるしく変わってるんやなっていうのも、こういう数値を見て改めてちょっと実感したんですけど、なんかでも、なんかこう、更年期やからとか、どんな症状があったとしても、治療方法っていうのは少なからずもたくさん、方法あるっていうことも聞けたし、うん、から安心して置いていきたいと思うんで、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしく、安心して置いていってください。自然な先生なんで置いていってくださいっていうか、もう俺もなんなら俺の老けの方が最近ひどいけど、
えぐいもんな、吹き方。っていうので、ちょっと私のこの若のんちのチャンネルを見てくださってる皆さんっていうのは、結構私と同世代であったりとか、やっぱり40代、50代、60代の方が、たくさんコメントいただいたりしてるので、ヘビのこういうふうなね、体の変化とか、こういう病院に行った時のアドバイスであったりとか、そういうのもなんか一緒に共有していけたらなと思うので、なんなん病院チャンネルやんってなるぐらい病院ばっかり行かなか毎月病院行ってるやんってなるかもしれないですけども、なんかこうね、あの一緒にこう共有してさ、そうだね、少なくとも誰かの役には一人の役には立つやろうっていう、そうになんかこうコメント欄でさ、あの私は看護師をしているので、プロがいるから ね、こうやった方がいいですよとかいう人がこう、ね、コメントくださったりとかしたら、なんかいろんな人コメント見てくれますから、皆さんも見てね、なんかホッとしてもらえるような、そういうあのコメント欄とかにもできていったらいいなとかも思ってるんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあもう、だもうねえなあかんわ。更年期、ちょっと数字、ちょっと12倍はやばいから、12倍ねえなって言うのから。そら、ズボンも脱ぐて。うまいな。あれはほんまやってんな。先生にも言うてんよ。先生、私、あの、朝起きたら、ズボン脱いでるらしいですって言ったら、そんなエロな感じでって言われた。どういう先生。そんなん言うて、いや、そういうんじゃなくて、暑くて言うて、そうですよね、言うて。バイバイ。